トレーナーの美奈子です。私はピラティスをベースにリリースやストレッチを取り入れたレッスンを都内を中心に行っております。今回は全ての動画でボールを使った簡単にできるセルフリリースをお伝えしていきたいと思いますので、蓮華先生と一緒にやっていきたいと思います。はい、レイダンスコレクション、ダンスワークスでインストラクターをやってます蓮華です。今回は、普段からお世話になっている美奈子先生のレッスンを、皆さんにと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、今回はボールを使って反り腰改善編をお届けしたいと思います。結構ダンサーの皆さんは普段からこういい姿勢を取ろうとして腰を反ってしまって、その分背中の筋肉が結構ガチガチになっている方が多かったりすると思うので、その辺をしっかりとほぐしていきながら呼吸がちゃんと背中に入る状態につなげていきたいなと思います。では、一旦最初にかかとの上にお尻を預けてチャイルドポーズしてみましょう。で、背中の方に向かって呼吸をたくさん入れて吐き出してっていうのを何回か繰り返していきます。で、背中の特にこの辺にちゃんと呼吸が入るようにしていってほしいので、そうですね、いいです。で、今自分の背中にどれくらい呼吸が入ってるかなとか、肋骨がちゃんと横にも広がってるかなっていうのをなんとなく感じておいてほしいです。そしたらゆっくりとおへそを覗き込みながら体をこうしていきましょう。